今日のタイトルはですね、蜂蜜と小児の咳ってことなんですけど、結構これね、蜂蜜がね、小児の咳に効果があるっていうのはね、エビデンスがある話ではあります。これはね、しっかりちゃんとこう比較の対象をね、試験をしてね、効果あるんだよっていう、あ、そうみたいなね、ところがあるんです。で、これがちゃんとね、医学的なね、裏付けの試験なんかもやられていて、ただね、これちょっとそれをね否定する結果っていうのも出てたりするんですね。でちょっとその内容が面白いので、ぜひねこう、聞いていただきたいなという話題でございます。まあそのほら商品表示ね、蜂蜜とか買ったりとか、あとその蜂蜜が入ってるね食品とかを買うと、1歳未満の乳児には与えないでくださいとか、2歳未満のお子さんには与えないでくださいって書かれてるんですけども、実際にはね、私の考えで申し訳ないんだけど、もうちょっと年齢上いってからのがいい、蜂蜜は。やっぱりね、最近すっごく思うのが、そのお子さんによって成長ってまちまちなのよね。だからやっぱね、完全に安全な体重になってからのがいいですね。蜂蜜が小児の外装に有効かもというね、タイトルで今日やっていきたいと思います。きちんとねこうイタリアの研究でね、まあその蜂蜜が小児にね、の咳止めですね、要はね、に有効だっていうのはね、一応確認はされているんですね。ただね、我が国でですね、本当最近発表された研究結果なんですけれども、まあ、本当この2月ね、先月発表された結果なんですけど、ちょっとね面白い研究で結果がね出てまして、それちょっとこう論文サイトに載ってましたのでね、ちょっとね、お話ししていこうかなというふうに思っております。はい。で、もう最初にこれ非常に要注意なことなのでお話をしておきます。1歳未満の乳児にはですね、蜂蜜を与えてはいけません。もうこれはね常識として当たり前なんですけども、一応知らない人もいらっしゃるんでね、念のためにね、これはちょっと最初に念を押しておきます、ね、はい。理由はね、先ほどちょっと書き込みでいただいてましたけど、ボツリヌスですね。でボツリヌス菌っていうのはね、別に蜂蜜だけにいるもんじゃありません、ね、ボツリヌス菌っていうのは正直言って自然界のそこら中にね、少しずつおります、ただ増えてないだけでございますね。いわゆる植物であるとか果物だとか、そういうところに少しずついます。だからなんていうのかな、だから別にその蜂蜜だけに特別にいるわけじゃなくて、蜂蜜はですね、非常にそれがこうなんていうのかな、ダイレクトに摂取しやすいものです。はい。で非常にですね、ご存知かと思いますけど、蜂蜜って少ない量でかなり濃いですよね。だ同じようにですね、万が一そのボツリヌスが入ってた場合ね、入り込んでた場合に、お子さんってまだ体小さいですし、いわゆるその腸でね、それをですね分解したりとか、そういう能力がなまだ備わってないんですね。ですからその小さなお子さんはですね、ボツリヌス毒素によって中毒になる可能性がありますので、最悪ね亡くなってしまうことなんかもあるんです。ですからその1歳未満のねお子さんには蜂蜜を与えてはいけませんっていうのは、これはねもう蜂蜜であれば必ず書いてありますからね。もしくは蜂蜜が入ってるね食品に関しても必ず入ってます。蜂蜜一滴でも入ってれば書いてありますからね。はい、というものです。じゃあ他の食品どうなのって話をよく聞かれるんですけども、それがやっぱりね、成長とともに大きくなってきますよね。1歳になると離乳食も始まるしね。で2歳になるともだいぶ離乳進んできますよね。いわゆるその母乳をね、離れる年齢がある程度、その3歳とか4歳とか、まあ大きい子だと5歳とかまで離れないみたいなんですけども、そういう場合でも離乳食は取ってるんですよ。当然その体が大きくなっていくのに持たなくなってますからね。だからいわゆるそのなんていうのかな、体のそのね、消化の能力ですよね。そういったものがきちんと体がついてくるまでね、蜂蜜はちょっと控えた方がいいのかなというふうに思います。それを踏まえた上での今日のお話でございます。はい。ちょっとねこんな話がね最新の研究から出てきました。蜂蜜でなくとも甘くてとろりしたものなら
ね、これ侵害って、まあ、咳を止めるって意味なんですけどね、効果があるんですかってことなんですけども、でこんな実験をしたそうです。161人の患児、これ我が国の、ね、研究でございます。ね、まあ、当然ですね、1歳未満は蜂蜜を与えてはいけないので、1歳から5歳のね、お子さんに対して、この研究試験というのを、させていただいております。これ我が国のね試験、なかなか我が国でその咳の症状のあるねお子さん161人集めるの大変だったと思うんです。これ結構いろいろなところがね参加して行われた研究です。蜂蜜をですね、いわゆる本物の蜂蜜を78人のお子さんに与えます。それから蜂蜜風味のねシロップ、まあ、要は砂糖ですね、を83人の方に、投与しましたということでね。で結果どうなったかっていう話なんですよ。でね、これがね面白いことが出ました。確かに夜間のいわゆる咳の改善は見られたんですね。ただしこれ両方とも有意義な差がなかったんですよ。だから蜂蜜とそれからいわゆる蜂蜜風味のシロップで効果に差がなかったんです、咳を止めるっていうね、うん、ただもちろん何もしないと咳は止まらないんですよ、うん、非常にちょっとねこれは面白い結果が出てまいりました。今までねやはりその蜂蜜というのはいわゆるその医薬品の咳止めに指摘するぐらいね、まあ、なかなかこういい効果があるっていう結果が海外でたくさん出ておりました、うん、で我が国でですねそういったあの蜂蜜群とそれからまあねこれプラセボっていうのは、まあ、いわゆる、まあ、そういったシロップとかね、まあ、偽薬ですよね、要はね、うん、その対象物ではないもの、うん、だから今回は蜂蜜とお砂糖蜜ですよね、シロップ、ね、を比べた試験でですね差がなかったってことが分かりました。